散歩始まりました。今回の門散歩はですね、ここ岐阜県の、多治見市やってきております。多治見市はこの、うながっぱくんという、うなぎが有名で、そして、カッパの伝説があるという、これが融合したうながっぱくんの、キャラクターになっているらしいです。ということで早速行ってみましょうか。レッツゴー。はい、市役所から出た瞬間にあのか目立つ車があったんですけど、これがね、話によると、役ならマグカップをっていうアニメらしいんですけど、多治見市のフリーペーパーで、連載されていたアニメを、東京アニメーションがこうアニメ化して、やってたらしいです、深夜帯に。これ多治見駅着いたんですけど、もうね、バスにもうながっぱいるしね、あそこにも温度計にもうながっぱいるし、こっちにもね、うながっぱだらけなんですよ。だいぶ押してますよ、これ。で、トイレも、やっぱタイルで多治見をちょっと象徴してますね、タイル。はい、ということで、モザイクタイルミュージアムやってきましたけど、多治見市はですね、このモザイクタイルの生産量がナンバーワンということで、どんな感じが分かりませんけど、行ってみましょうか。こんな感じなんですかね、キッチンみたいなね、キッチンのタイルみたいな。行ってみましょうか。はい、ということで行ってきたんですけど、中は撮影 NG だったので、ちょっと外の外観のタイルだけちょっと見ていただいて、こんな感じでちっちゃいタイルを散りばめて絵を作るっていうモザイクタイルアートがあったんですけど、マリリン・モンローとかいろいろね、いろんな作品があって、めちゃくちゃ可能性を感じましたね。はい、ということで多治見市散歩させていただきました。結構ね、街並みが静かで、しかもモザイクタイルが生産量ナンバーワンということで、職人の街みたいなイメージでしたね。次回も見てください。またね。